皆さんこんこにちは今日はですねアルミニウムですねアルミとか鉛とかの中毒についてお話ししますまあアルミの,あの鍋とかですねありますよねあの安くって薄いやつねあれでグツグツ煮て、えー、鉄の鍋とかじゃなくってアルミだからアルミが溶けるんじゃないかと とかですね、アルミホイルで包んだ食べ物ですね。中にはアルミで包んだまま料理するものもありますね。で、そういうアルミが体に入ると悪いんじゃないかと思いませんかで、また噂ではですね、アルツハイマーアルミの中毒なんかでなるんじゃないかというふうな噂もあります。まあ、伝統的にですね、なまに 鉛は中毒を起こすということはよく聞いていますよねで、アルミじゃなくて鉛っていうのはどうなんでしょうかでも鉛で作った鍋とかそんなものないですよね鉛っていうのはどの辺にあってどういうふうに注意を払えばいいのかっていういろんな質問がありますそれをまとめてですねドクターリンに聞いてみましょう ドクター・リンはですね UC サンフランシスコの医学部を卒業してその後30年ぐらいいろんな食べ物に関する研究を行って PhD をとっておりますそのドクター・リンが今日アルミと鉛に関してお答えします あのまず最初にドクターリンが言ったのはフクラシコってご存知ですかミオバンを使うミオバンの化学式はですね硫酸アル,ミアルミニウムカリウムワンツースイ水和物ですねアルミが入ってるんですでもミオバンは食べちゃいますよねでフリッターなんか作るときにアルミニウムを添加した伝統的な食べ物で 生産剤やアスピリンを含む多くの西洋薬は水酸化アルミニウムを含んでいますだから我々はアルミをしょっちゅう食べてんですだから食品添加物とか西洋医学の薬品の中に入っているえ本当んアルミニウム食べて大丈夫なのということなんですがアルミニウムの健康の影響を論じたアルミニウム毒性試験 という2008年の報告を発表していますで研究に興味がある人は下にリンクを貼っておきますので見てくださいアルミというのは胃の中に食べられた後99%が便として排泄されます残りの1%は血液中に入りますがそれも尿として排泄されますまあ あ腎臓にですね問題がある人以外はアルミニウム中毒が発生することはないわけですね腎臓がアルミを排出できないという場合に限りアルミニウム中毒というのは起こりえないということですまあ普段使っているアルミの鍋ですねとかアルミの缶、えー、アルミホイールですね これはアルミを吸収あ放出しますがアルミは吸収されにくく放出されやすいにくいじゃなくて安い放出されやすいので通常の腎臓機能を持つ人にとってはこれらの球からの摂取量は普通で脅威になることはありませんよってアルミの鍋でインスタントラーメンを食べても問題ありません心配することありません毒性は 腎臓に障害のある人がアルミを排泄できない時ぐらいですねでアルツハイマーの原因となるということはありませんこれはいくつかの文献があ既に調査していますドクター・リンはその文献を読んであのそういう証拠はないと言っておりますただしですね鉛は確実に中毒を起こします 鉛は気をつけけななきゃいけないとでこれは規制の対象,対象になっていましてアメリカでもですねおもちゃとかそういうものに鉛を使うことは禁止されていますというのは子供がおもちゃを舐めたりしますねでクリスタルグラスワインありますねあのクリスタルグラスというのはキラキラ光るあの光るのはどっから来てるかっていうとアルミあ鉛なんですね 20%ほどの鉛が入ってるわけです。それでキラキラ光ってきれいだということなんでそれじゃあ危険じゃないかと言うんですがワインを飲む程度の放出される量は非常にわずかであって規制の対象になっていないと。クリスタルグラ,グラスでワインを飲むぐらいはいいと。でなんか用事が舐めるものとかそういうものは規制の対象になっています。 で問題はですねクリスタルグラ,フグラスのボトルボトルなんかには飲み物を長期間あ貯蔵しないとこれは普通のグラスかなんか他の入れ物ボトルですね入れて長期間貯蔵するということをしないとクリスタルグラスは光沢,光沢を出すために鉛が入っているので。 それが徐々に溶け出して、そういうのを飲んでると、鉛中毒になります。と。これは注意しなければいけない点ですね。ドクターリンはいつも言うように、適度に食べて運動することが健康維持に一番大切なことと言っております。今日はこれまで。